皆さん、こんばんは。今日も夜がやってまいりました。というわけで、今日も古民家で晩酌、早速始めていきたいと思いますけれども、今日はですね、テーマが健康らしいですよ。ようわからんけども、まあ名人がいろいろ揃えてくれましたよ。ということで、まずはいつものようにこれから、はい、今日の1本目はこれ、キリンラガービールですね。やっぱり健康なおつまみで食べるときはラガービールに限るからね。ようわからんけど、では早速いただきます。そしていつものように健康第一ジョッキについでいきます。はい、まあまあいい感じに入りましたね。ではいきます。人は乾杯の数だけ幸せになれます。全国の皆さん、ご一緒に乾杯しましょう。いきます。今日も一日お疲れ様でした。乾杯。うまい。今日は雨やったけど、ビールはうまい。そんな感じです。はい、今日の一品目はこれ、サバの味噌煮。なんか最近こういうの全然食べてなかったからね、体にもいいのかな、ようわからんけど、とにかくサバ食べるよ。サバは体にいいらしいからね。そしてこれは骨抜きしてくれてるよ、スーパーさんがね。ようわからんけど、その状態で売ってました。まあ名人が優先してくれたっていうだけのことなんやけど、こういうのが売ってるとお手軽でいいよね。はい、では早速食べさせていただきますよ。めっちゃ美味しそうやね。はい、久しぶりのサバの味噌煮やけど、うまいね。これはビールに合う。はい、うまいのでさらにいただきますよ。これはビールが進むくん。はい、次はこれ、まあ見ての通りの冷ややっこ、その上にしらすをのしてあるよ。これはどんな豆腐かっていうと、これ生絞り豆腐、生で絞った豆乳で作る生絞り、大豆本来の甘みとまろやかさいっぱい、原料は国産大豆、にがり 100% っていうことやから結構うまそうやね。しかも体にも良さそう。では早速いただきますよ。はい、こういうね、美味しそうな豆腐の場合はもう醤油なんかかけないよ。俺の場合もうしらすだけのしてね、しらすのこの塩味、まあ塩味で食べるっていうことやね。そうすると豆腐本来のうまさが引き立つからね。いただきます。はい、これはうまいわ。うん、しらすもうまい。これは言うことナッシング。はい、そして次のおつまみはこれ、冷やしトマト。まあこれには何もかけずにね、そのまんま食べたいと思いますよ。これはね、うちの親が家庭菜園で作ったやつね。
だから無農薬でうまいと思うよ。いただきます。はい、うん、これはうまい。うん、うますぎて1本目終了。そんな感じです。はい、2本目はいつものポンキリンいただきます。そしていつものように YouTube ジョッキについていきます。はい、チャンネル登録お願いします。チャンネル登録をして俺と飲み仲間になりましょう。では2本目本麒麟で乾杯。やっぱりうまい。はい、そして次はこれ、冒頭名人が作るところを見ていただきました。卵焼き、おいしそう。では早速いただきますよ。はい、今日もいい感じやね。はい、いつもながらうまいね。もちろん間違いなし。今日は健康的なおつまみで、なんか体もリフレッシュされていくっていう感じやね。ところで猿吉くん、今日は何にも飲んでないみたいやけど、どうしたの？はい、猿吉です。やーちんさん、サルちゃんね、今日何にも飲ましてもらえないの。なんでかっていうと、もちろんそこのおばはん、そこのおばはんに意地悪されてます。なんでかっていうとね、今日夕方おばはんに言ったんですよ。おばはん、おばはん、今日はなんか健康的なおつまみでビール飲むんやって、幼稚園さんが。そしたらサルちゃんもそれ見ながら、うまいビール飲みたいね、ちょうだいって言ったらね、ボコーンって右ストレートが飛んできて、バン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 、5連続のオフビンタ、そしてアッパーカットで締められました。ということで意識朦朧とする中、おばはんさん、なんでそんなひどいことするんですかって聞いたらね、する、お前今日雨降ってるやんけ、あれほどお前キントンに乗って空に行って、それで雨退治してこいって言ったやろ。できひんかったらお前しばかれるの当たり前やろ。もちろん飲み物はファブリーズ以外あかんで。わかったか。いや、やったら休館日や。まあお前のせいやからしゃあないなって言うんです。おはんさん、それはあまりにもひどいんちゃいますか。サルちゃん均等運にも乗れないし、そんな雨をやっつけることなんかできませんよ。ただのぬいぐるみやからね。って言ってもおばはんは聞く耳持たない。雨降るとしばかれて、晴れやといい顔してビールくれる。それがあのおばはんですよ。それだけ言っとくわ。まあそんな感じで、今日は何にも飲ましてもらえない。もちろんお礼も言えない、そんなサルちゃんです。以上。
そうやったよね、サルちゃん。それは残念ね。まあ今日は朝から雨降ってたからね。それ止めれなかったサルちゃんが悪いんちゃうの？俺はようわからんけど。と言いながらふと時計に目をやると、そろそろいい時間になってるんで、もう終わりにしようかな。雰囲気悪いからこの家今。もうちょっと俺もなんか肩身狭い感じ。ということで撮影の方はここで終わらせていただきますよ。今日も見てくれてありがとう。コメントとグッドボタンはお願いします。それだけ言ったら今日はここまで。残念無念、また次回も見てね。やるくー。